ティモンディのベースボール TV。 ティモンディのベースボール TV。 改めましてティモンディの前田と JA 京西さんとコラボした三田石です。めちゃくちゃ声が出てますけれども、まあ、今回はですね、JA 京西さんとのコラボ企画、第4弾でございます。週4にわたってこうコラボさせてもらったわけだけど、うん、ちょっと名残惜しいね。本当だよ、もう終わっちゃうの。まだまだ知りたいよ。おうち監督を一家に1台欲しいね、うん、監督を大としてね捉えないでほしいんだけど、まあでもその JA 京西さんの相互扶助みたいなところって、まあ、とってもいい精神なわけじゃない、うんうん、助け合いの心ね、うん、これからもうずっと溝岸でもいいんじゃないかなと思うんだけどね。いや、ずっと心では溝岸でもあり続けるよ。あ、心にはもう溝岸い続けるんだ。今も2人、高岸、溝岸。これは何なのか分からなくなるけどね、中に高岸がいるなら。コックピット式なの。そう、僕はこれはこう借り物だから。怖い怖い。まあ今回はね、パッと見た感じで何すんのと思うものをちょっと専門家の方から、うん、トレーニングの一環でちょっと用意してます。なんだろう。今回はこちらでございます。じゃん。コップじゃない。コップでトレーニングをする。コップでトレーニング。何すると思う、これ。こんな割れやすいものトレーニングに使ってダメだよ。でも今回はトレーニング使えるのよ。お家の方が、まあ、洗ったりとかするじゃない。うん、その中でコップを拭くっていう作業もやっぱしなきゃいけないよね。洗った後の作業、うん、まあ、洗ったりその拭いたりって、これちょっと手間じゃない。これをまあ拭きながらトレーニングに応用できるっていう。そこもトレーニングにできちゃうの。そうということで、これをじゃあちょっと楽しみでしょ。うん、うん、楽しみ。これ実際やってみましょう。はい、やってみよう。よし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 。ほほー、今回のコップ拭きトレーニングもおうち監督が説明するぞ。ポイントはたった一つ。コップについた水を拭き取る動作をコップの中と外側を回すように拭こう。なるべく早く布を回すこの動作、実は変化球を投げる技術につながるんだ。 OK です。じゃあ実際にやってみよう。はい、やってみよう。こう、うん、まあ、スライダーだから、スライダーの投げ方で拭いていく。どちらかというと親指を中にして普通に外に、そう、あ、こうか、うん、なるべく投げる時の感覚、指先に力を切る感じで。どう、やってみて。あ、ほんとだ、こうコップの丸みがちょうどボールと同じだから、スライダーの切り方がこう投げなくてもこう練習しっかりできるね。こんな連続でスライダー投げたことないから、ここパンパンだよ。すぐ来る。うん、家で高岸洗い物とかやってた。そうだね、もうできる範囲でお母さんのお手伝い。その中でまあこういうトレーニングもしまあできるんだとしたら、ちょっとね、母親も喜ぶし、うん、自分のためにもなって、今巻きつくようなトルネードの帰ってきそうなスライダー投げる。そうな、ブーメランみたいな球投げれるの、うん、まあ、そういう、まあ、そのブーメランみたいな球ってあれだよね、素の字、素だと帰ってきてないけどね。このトレーニング子供に伝えるんだとしたら、うん、これはコップもピカピカ、心もピカピカにして、みんな竜巻スライダーを得得していこうぜ。どれが何なのかよく分かってないんだけど、竜巻スライダーっていう練習法なの、これは。そう、竜巻スライダー養成ギブスです。ギブスなんだ、もう、うん、確かにちゃんと意識すればつながるっぽいもんね、これね、うん、しっかりスライダーの筋肉を張ってます。じゃあ早速そのコップの何だっけ、何ギブスだっけ。竜巻スライダー養成ギブスだよ。これは実際ピッチングでどんな球投げれるかちょっと試しに行こう、うん、いや素の字に曲がりそうだよ、ほんと、行こう、よし。はい、ということでグラウンドの方に到着しました。今回はですね、コップを磨いて、うん、それでまあスライダーの練習になるみたいなやったわけじゃない、うん、
正直言ってスライダー得意な球ではないけど、あの感覚新しい発見ありそうだよ。なんならさ、中学生の子とかさ、得意じゃない子が始めても、まあ、ある程度掴めるかもしれないっていう練習方法の可能性はあるからさ。そう、もうコップ磨きの最中ではもう素の字に行きそうなるぐらい、そうね、感覚がしっかり残ってる。確かに。だから実際そうやってみてさ、まあ、本当にスライダー投げたことない子とか、うん、投げ始めの子とか、うん、まあ、そういうののちょっとでもその技術の何かこうプラスになるようなものがあるのかどうかっていうのをちょっと我々やってみましょう。はい、チャレンジだ。せーの、よし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 。コップを思い出して、コップを、ここにコップがあるんだと。お、磨いてね。素の味。いいねいいね、ブレーキグッとかかったね、うん、今のはコップでやった感覚だよ。あ、ほんと、うん、まあ割と落ち着いてまとまっては知ってるよね、うん、この感じが多分ずっと同じ動きをするから安定するのかもしれないね。そうね、さっきやっただけでもちょっと感覚がしっかり残ってるから。小学校の子はまだ肩肘ができてないから出しちゃうかもしれないけど、それが一番良くなるからね。だからそういう子でも、まあ、コップのここの練習だけとかが、まあ、いいかもしれない、ね、将来の自分の魔球のためにもこれやってもいいトレーニングだと思う。このまま1年間ずっと続ければ巣に行くよまあそれを投げれるようにね。で、素の字スライダー目指していこうで。まっすぐで感覚が、はい、いいじゃないの。えいや、はっ、はい、はっ、はい、いいね、いいとこから回った、いいね、普通にいいスライダー、高く残れるスライダーだ。じゃあ最後ちょっとしびれる環境をちょっと高く想定してやろう。はい、もう最後はもう派手なフィールドで一球終わったよ。そうね、じゃあ最終回のエンゼルスタジアム、バッターはムーキー・ベッツで。そんなアメリカに行くんだね、舞台は。はっ、よいしょ、はっ、よいしょ。自分の魔球に向けてコップでトレーニングしてほしいね。そうね、それこそ中学生の子とかも、まあ、スライダー投げながら、まあ、お家とかピッチングできない環境でこういうのありかもしれないね。そうだよ、こう苦手な僕でもエアームーキーベッツから空振り取れた。そうね、エアーでよかったよ本当にね、うん、本物だったらまたどうなるか分かんないけど、でもそれぐらい、まあ、苦手な高岸でも投げれるってことはさ、うん、しかもそんなに時間やってないわけじゃない。そう、しかも割と不器用なタイプじゃない。そうだよ、僕はね不器用だから時間はかかるけど、1回やった感覚で全然ガラッと変わったから。そうね、これからも続けていこう。そうね、うん、これ続けていって、まあ、実際このトレーニングの効果、まあ本当この数時間で出たぐらいだけど、うん、まあ、この他のいろんなトレーニングも多分今回であの J 教材さんのコラボ最後だから。そうか、これで終わっちゃうけどさ、うん、でもまだまだ多分いっぱいあると思うのよ、トレーニング家事をしながら、うん、まあ、そういう意味では、まあ、今回この4つのトレーニングを紹介しましたけども、はい、どうやってみてこの4つの企画を通して、いや本当どのトレーニングも自分を成長させてくれたし、まあ、家事もお手伝いできて成長もできて感謝も伝えられる、ね、おうち監督、お父さん、お母さん、そして JA 教